長谷寺長谷寺は、岐阜県恵那市大井町にある、曹洞宗の寺院。山号は十日山。本尊は、おくるみ。恵那33観音の4番寺院であり、中部49薬師令場の番外寺院。長谷寺縁起によれば、元は、長光寺という寺名で、聖徳太子が、百済の香木で一尺二寸ほどの観音像を彫って、夢殿に安置したところ、金色の光を放って東へ飛び立ち、大井の白坂の野に降りた。これを、恵那の三郎という人が見つけ安置した。これが、長光寺の始まりであるとしている。平安時代の元行5年に、天台宗の円珍の弟子覚元が、観音堂を建立し直して、船岡山長光教寺とした。鎌倉時代初期に、信濃国の豪族、熱忠之は、長らく子供ができずに悩んでいたが、任観音に祈願したところ、男子を得ることができたので、馬具を奉納した。馬具は現存しており、恵那市の有形文化財に指定されている。室町時代の永正8年大井町周辺の神社仏閣は、美濃国守護の時氏と信濃国の松尾小笠原氏の争いの際に陛下により焼失し、伽藍のすべてを失った。声なくば、いかですぐ寒長谷島だ夜、深きに鳴くほととぎす岐阜県恵那市大井町1246恵那郡市。ありがとうございます。